と後半で大きくこう展開が変わってしまった、そんな90分に見えました。監督、どのようにご覧になってたんでしょう。まあそうですね、おっしゃる通り、前半は自分たちのサッカーできたんですけど、後半は、少し守備の時間がなくなったなと思ってます。前半、その今日も自分たちらしさが出せた中で、今日は先制点も生まれました。この先制点がもたらしてくれた影響、どのようなものがあったと考えられていらっしゃいますか。まあやはり前半、チームに勢いを与えてくれたと思いますし、まあそこは良かったと思います。そのゴールシーンですが、大きくサイドを変えて、そして酒井選手のボールに いろんな選手が絡んでのゴールになりました。ゴールシーンどう振り返りますか。そうですね、ある程度うちが狙っている形というか、そういうのが出たシーンだったと思います。ゴールしたのは井出選手でしたが、今日左のサイドを3人全部変えて挑まれました。ここを変えた理由というのは教えていただけますか。そうですね、まあ、途中からでも役割が違うだけで十分パワーが出せるんじゃないかなということで、変えました。1点リードしてハーフタイムに入りました。ハーフタイムにはどういった声をかけられたんでしょうか。まあ、まずは守備のところをコンパクトに継続してやるっていうところと、まあ、攻撃は、自分たちが狙ってる、まあ、縦だったり、斜めだったりっていうのは伝えました。その中で後半に入ってなかなか自分たちのリズムつかむことができませんでした。選手も変えて立ち位置も変えて挑まれましたけれども、最後まで自分たちのペースに持ってこれなかった要因というのはどのようなところに。まあ後半の最初ちょっと良くなかったと思うんですけど、まあまあ、自分たちがボールを奪ってからそのパスがミスになって、でそこからカウンターを食らうっていうので、なんとなく雰囲気っていうか、そういうのが会場の雰囲気っていうのもあって悪くなっていったなっていう印象は持ってます。ありがとうございました。